この時間に食うときは別に登るとき腹減ってもうちょっと空いてるもんな。そうですね。食いたては登るのしんどいやん。しんどい。もうなそれ最近すごいわかりますね。なあ。よろしくお願いします。いただきます。はいどうぞ。一気になんかもう。血糖値が上がるというか。ああ、わかるわ。なんかね、気だるーくなるような、食うた後とか。動かれへんとかね。もうだいぶ前から、もう食べたらもう登られへんから、もうちょっとにしようって言うてたのが、最近すごいわかってきました。あ、ほんま。はい。もうな、ほんま、これ年やろな。うん。その、消化率が悪なってんのやろなと思う、多分。ああ、そうでしょうね。うん、たまるんやろな。アホやからもうアホみたいに食うてまおうやん、うん、そのもうそんぐらいでやめとけんやろ、うん、だなだからうちもでもねその たまになんですけどその家族カルビ好きやから、うん、カルビたまに行くんですけどそうなん行くんやん行くんすよ、うん、で子供も好きやから子供もそういうデザートとかが好きやから、うん、結局そこだけ狙って行くんですけどカルビはあれやもんな、あのサイドメニュー結構あるもんな。そうなんですよ。もうなんかここぞとばかり食べてまうんすよ、あんな。わかる。ほんでね、食い放題に行く。食い放題行きます。食い放題行くんや。はい、もう子供も半額か。子供半額。半額か。うん。で、ここぞとばかり食べるからね。もう帰ったらたまに。やっぱそうなんや。もう消化でけへんと、もうここまで食べてしまってるから、ああもう気分悪くなってきて、わかるわ。おわって出てまうときは。だ俺はもうそれで腹痛なってまうね。そうだからな、もうな食い放題いかへんようにしてんね。あ、僕ももう最近それはもうあかんやろあれ。あかんすね。行くと、もう良くないっすよ体に。止めたいだけやねんけどな。そうなんです。止められへんから。もう貧乏症が出てまうやろ。うん。アホみたいに頼んでまうやん。アホちゃうかって自分の思うときあるもんね。出たらと腹減るから冷蔵庫開けてんすよ。もう何しに行ってんか分かれへん。嫌やな。いやしいね。嫌やよな。獅子落としかって言われましたもん。ミサ行って出すだけかみたいな。うまいこと言うやんか。カタンって音鳴らなあかんぐらい。もう出てもう体あるみたいな次もうすぐ水欲しなるっていうなそう、まあ、あかんなでまた食うてる時はうまいからなそうなんですよ食うてる時はもう一尾ってもうあれもこれもなんですよ、ね、だるね早いし食べんのそう誰も世界してへんのにそうみたいに食うやん誰も取れへんの取れへんのにないやしわ、ね、飯食うて米食うてなんか頼んでなまたサイドメニューそうそうなんか冷麺もなって普段食べへんのにあれはほんまかあかんねあかん人間ダメにしますよねダメにするバイキンはやっぱなでもないろんなやつと飯食うみたいしてるとこあれやわ賢いやつは食わんいやほんまに思うでこいつ賢いなっていうやつは食わへんわなんか食えやって言うたらもういや俺もうええよとかさあーもう私口綺麗なんですよねそうやね上品よこっちは悔しいから、まあ、食わな損やでみたいなって食うけどやそうなんですよね自分で分かってんやけどな食うてる時にアホやわそうなんですよまたしんどなるわって思ってんねんけどさ止められへん止められへん、うん加減せんとなほんで結局思えへんけど結局食うてない時が一番体楽やんそうなんですよ腹減っててもな次の朝とかもねそう、うん、それも分かってるんですよね分かってんのにな、うん、もうちょっと腹減って明日仕事やのに寝る前とかに長く食うたらもうほんま翌朝鉛食うたんかなっていうぐらい思うよね、気持ち悪ーってなるしやそうなんだよね
だから絶対若い時は、うん、なんか夜中遊んで食うて、うんうん、朝もう次起きたらもう腹減ったみたいになってるのってさ、やっぱ消化がめっちゃ変やろな、あれ。そうなんでしょうね、消化ができてない、機能してないよ、いいが。冬はもう使ってるだけなんでしょうね、家の中で余計ふやけるやんっていう状態なんでしょうね。なんかそんなありえへん、ありえへんわ。半年ぐらい前に俺一回行ったけど、あんなもん誰が食えんねん。いや僕も行きましたよ、今年の初めぐらい。ほんま、はい、家族連れて一回行こうかって、懐かしいし、だけど昔よりなんか狭く感じひんかった。あ、狭く感じますね。で、昔よりなんか少なく感じたよな。あ、量はもう昔の方がもっと多かったわ。あんなんさ、けど昔よ、あれの大盛りとか食うてたよな。そうですよね、大盛り。俺も普通盛りでも3分の1ぐらい残したもん。食われへんわ、こんな。で、よくよく考えたらこんな米だけにようこんな払ってたかと思いますよね。いや、ほんまに。あ、ボロボロ大きいやないか、これ。ほんまやで、あれ。で、そこまで産まないからな。そこ一番大事やと思うんですけどね。もう、あ、なんか若いやつって、若い時ってアホやなと思うわ。ちょっと、おしゃれで。おしゃれでな。ちょっとおしゃれの名前がついたような、もう、そう。喜んでる、ね。喜んでるな。アホなんやろな、出がアホなんやろな、俺らは。出がアホやろ。で、それでまたランク上がるから、そうや、座布団2、3枚集めあるからね。